Hey too! Welcome to my channel! 皆さんこんにちは、柳瀬アビーです。夏です。暑いです。アイスが美味しい時期です。うん。7月になってだいぶね、暑くなってきて、ちょっとアイスが美味しくいただける時期になってきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ普通にね、コンビニアイスを買って食べるのもいいかなと思うんだが、せっかくなんで今日は家で楽しくちょっと贅沢なアイスをね、今日は作っていきたいと思います。今日はね、こちらを買いました。じゃじゃん。はい、自宅用の、まあ、ストーンアイスができる、まあ、プレートですね。なんか中に液体が入ってて、それを冷凍庫に入れるとプレートがこうひんやりして、その上でアイスとか好きなものを乗せてこう混ぜ混ぜするとオリジナルのアイスができますよっていうやつです。というわけで、今日は家で、混ぜ混ぜアイス、まあ、ストーンアイスっていうのかな、を作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、材料はこちら。バニラアイス、クリームチーズ、いちごで、コーンフレーク、これはまあ飾り用に用意してみました。よし、じゃあ作っていきます。まずは、入れるものをこのプレートの上に乗せます。とりあえずいちごでしょ。5つぐらい乗せてみよう。クリームチーズで、クッキー2枚ぐらい入れてもいいかな。サクサク感があっていいかもしれない。でクッキーは多分このままじゃ混ぜにくいから、先にちょっと切っとこう。あ、すごい。飛びちっちゃいそう。よし、オッケーオッケー。チーズもね、これぐらいカットしといて、いちごはまあ柔らかいから大丈夫だろ。あ、やばい、くっついてきた。プレートにくっついちゃった。そしたら、アイスを入れます。半時計ぐらいが多分ね、混ぜやすいと思う。結構固まるのが早いっぽいんだよ。家庭用だけどすごいよね、そこら辺。入れます。ドローン。全部いっちゃえ。よいしょ。そしたら、これ。はい。これを使って、ヘラを使って、混ぜる。えい。本当はここでね、一曲、歌いたいと思うんですけど、なんせ、ひどい音痴だからね。歌ったら、放送事故かもしんないんで、ちょっといい感じの BGM つけときます。アホーニューワー、アニューフェンタスティック。やばい、店員さんすご。こうやってやってるよね。ぽいぽい、すごくぽい。あ、やばい、固まってきた。結構固まるよこれ。あー、でもいい感じ、いい感じ。もうちょっといちごちっちゃくしないと。よし、できた。よし、これをお皿に盛り付けます。はい、お皿はね、ちょっとアイスが溶けにくいやつ、この石焼きビビンバとかに使う石焼きを用意してみました。よし、じゃあ行こう行こう。入れますでしょ、アイスを。頑張って綺麗に盛り付けたいの、お店みたいに。なるだけ外側にくっつかないようにしなきゃ。そしたらコーンフレークを、端っこのがいいのかな、それと周り全体の方がいいのかな。うん、周り全体に。パラララララ、うん、いい感じ。で、いちごちゃんをちょんと、せっかくだから、ありったけのいちご乗せてみようかな。お、いい感じ。とっても可愛いお店に出てそう。というわけで、自家製ストーンアイス、完成でーす。やばい、写真撮んなきゃ。超いい、超いいよ、これ。写真撮ってたら若干溶けちゃった。というわけで、いただきます。ひー、楽しみ。これ 100% 美味しいよ。最高。いや、クッキーとチーズ入れたのは大正解。
なんかね、ちょっとしたチーズケーキだね。で、今日買ったいちごがね、いい感じの酸味、甘酸っぱさ、爽やかさも増していい感じ。しかも超贅沢、いちごいっぱい。お店じゃねえ、こんな多分いちご入れてくんないよ。うん、うん、コーンフレークもなかなかいい仕事してる。最初に入れたクッキーは、まあ、ちょっとしっとり系のクッキーなんだけど、後からコーンフレーク入れたからすごいね、ザクザク感が半端ない。だから食感も味わえて、でこうクリーミーさ、爽やかさを味わえるアイスができたと思う。うん、石焼きも思ってたよりなんかちょっとおしゃれかもしんない。最初ちょっとごついかなと思ったんだけど、アイス入れてみたら逆におしゃれだね。まあちょっと写真撮りすぎて溶けちゃったけど、ごちそうさまでした。いや、最後の最後まですっごい美味しかった。いやでも学生の頃は思わなかっただろうな、家でストーンアイスが食べれるなんて。とりあえずね、めちゃくちゃ楽しかったです。まあ、プレートもね、うちの冷凍庫あんまり広くないんですけど、こう四角くて薄型だからスポッて入れたし、結構ね簡単にできた。思ってる以上にささっと終わったし、美味しいし楽しい。とにかくね、楽しかった。一人でやってることが若干寂しいけど、あのこれね、友達と一緒になんかいろんなものを混ぜて食べたらきっとね楽しいんじゃないかなと思う。というわけで本日動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは See you next time. Bye. まで見てくれてありがとう。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ベルボタンを押すと新着動画の通知がいくので、よかったら押してね。 Twitter では YouTube では見られない裏側やイベント情報などを載せてるのでチェックしてみてください。アビー日和では私の日常などをアップしてるので、よかったら覗きに来てね。